どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 AU 自分銀行のリニューアル解説、今回は実践編ということで動画ねやっていきたいと思います。ということで今回ですね、 AU 自分銀行のリニューアルね、4月1日本日からですね開始になりまして、今回はね実践編ということで、今までね準備してきて、で今回のねこの4月1日から実際に取引を行ってポンタポイントをねもらっていくっていった形になります。で数日前にですね、皆さんね AU 自分銀行からねメール届きませんでしょうかね。こういった形で4月1日以降のね自分銀行のステージみたいなのがね、あのメールで届きました。私はね無事プレミアムステージっていうねステージで、ポンタポイントは倍率15倍、 ATM 出金手数料が毎月何度でも、 ATM 出金手数料が無料回数月15回、他銀行宛ての振込手数料が月15回ということで、まあこういった形でねメールが来て、まあ今までのね、準備してたのがねちゃんとできてたっていった形になります。でこれからですね実際にお金を動かしてねポイントをもらうっていった形になります。ですので今回の動画でですね、もう実践編ということで、この動画だけね見られてもちょっとねわけわかんないかなっていうふうに思いますので、もしねあの準備編の方をね見ていない方はですね、こちらもぜひチェックしていただいて利用していただければなと思います。まあ私はねプレミアムステージということで、まあ全部をね満たせば最大ね1680ポンタポイントがねもらえるっていうふうになりますし、まあうち私の場合はですね夫婦でやっておりまして、ちょっとね妻の方はあの判定期間ね多分間に合わなかったんだと思うんですけども、残念ながらねゴールドランクっていう風に、ゴールドステージかになってしまったんですけども、まあ来月からねプレミアム多分取れると思いますんで、夫婦揃ってねこちらやっていきたいなっていう風に思っております。まあもらえるのはねポンタポイントっていう風になりますんで、ポンタポイントはねジャルマイルに交換することができますので、まあ、かなりねいいのではないのかなと思います。それではですね、実際にやっていきたいなと思うんですけども、まずね、取引で貯まるポイントをね、おさらいしておきたいなと思います。こちらね、2つあると思うんですけども、ポンタポイントが貯まるお取引ということで、入金、口座振替、キャッシュレス決済、積立投資ということで、今回ね、プレミアムの方でメインでね、話していきたいなと思うんですけども、まあ、ご自身のステージね、確認していただいて、まあ、そこに合わせてね、聞いていただければなと思います。まずね、一つ目の入金に関してはですね、こちらは準備編でですね、自動定額入金サービスっていうのを設定いたしましたよね。ですので、こちらを設定していただければですね、こちらクリアできているっていう風になりますんで、特にね、毎月手動でやるっていうことは何もなくてですね、準備編でやった通りにそのままにしといていただければ、これで OK っていった形になります。本当にもう何もしないでね、ここがスルーで OK です。で、次に2番目ですね、口座振替ということで、こちらもね、準備編で紹介した通り、まあ何かクレジットカードの引き落としを自分銀行にね、口座振替しといていただければ OK っていった形になるわけなんですけども、まあこちらもね、あの特にやることはないんですよね、設定自体はしておりますんで。ですけどもクレジットカードをねあの使わなきゃいけないんですよね、口座振替ちゃんとあの引き落としが来るにはですね。ですので、まあ特にねメインカードで利用されている方はですね、ここは気にしないで、まあ普通にねクレジットカードを使って請求規定っていう感じになりますんで特にいいんですけども、まあ全然ねクレジットカードを使ってないカードを登録してて、もうこれのためだけにね登録したみたいなね、そういった場合だとですね、使わないとねあのこちらクリアできないっていう風になりまして、ポイント取りこぼしてしまいますんで、まあそういう方はですね、私もそうなんですけれども、Amazon ギフト券をね、定額購入っていうのがね、まあオートチャージみたいなのがあるんですけれども、そちらがね、おすすめっていった形になります。ちょっとね、スマホ画面でね、お見せしたかったんですけども、ちょっとね、やりづらい感じでしたので、ちょっとパソコンでやったんですよね。で、なんかね、この私のね、iMac ね、なんかこの、動画をね、スクリーンショットみたいなの撮れるんですけど、まあ、ちょっとね、うまく映らないというか、なんかね、ジャミジャミが入っちゃうんで、ちょっとね、画像で紹介しますけども、まずね、メニューにね、入っていただいて、アカウントサービスでね、行ってください。で、ここで、Amazon ギフト券っていうのはね、あの、右の真ん中にありますよね。こちらをクリックしていただくと、Amazon ギフト券チャージタイプ、オートチャージ設定っていうのはね、あると思うんですけども、こちらをね、オートチャージに設定していただいて、毎月15円ですね。でこちらは購入する日もね決めれることができまして、これ毎月ね設定しておけばね毎月15円ねその日にあの決済が落ちるっていう風になりますんで、日付等々はねまあいつでもいいんですけども、まあできるだけ今日ね、やられるのであればね、明日とか明後日とかね、設定しといていただいて、まあ、ちゃんとね、滞りなくね、引き落としが来るようにね、しといていただければなと思います。まあ、Amazon ギフト券ね、
15円ねチャージするのであればですね、まあ別にそこまでねダメージはないかなというふうに思いますので、まあこれがね一番簡単でねいいのではないのかなと思います。私もねセゾンカードをこれで設定して、その口座引き落としを自分銀行にしてね、これでクリアしております。それでは次にですね、キャッシュレス決済ですね。こちら1万円ごとに15ポイント、合計月10万円までの利用で150ポイントがね、上限まで取れるっていう形になります。で、これはですね、aupay 残高へのオートチャージ、もしくはスマホ決済、残高チャージですね。もしくは自分銀行スマホデビットの利用ということで、まあこれ1万円ごとにね、15ポイントがね、取れるわけなんですけども、まあできるだけね、お金を使わないで、実際にはお金を使わないでね達成させたいですよね。で、aupay をね普段利用されている方はですね、基本的にね aupay の残高へのねオートチャージっていうのがお勧めていた形になります。こちらはですね1000円を切ると、まあ、最大4万5000円までねオートチャージを設定することができるんですよね。で、1万円この上限はですね、合計金額は10万円で150ポイントはね、取れるっていう風になりますんで、まあ、4万5000円が限界なんですよ。このオートチャージ入れるのはね。ってなると、オートチャージ4万5000円2回発動させて9万円じゃないですか。で、1万円あぶれるので、まあ、3回目はね、1万円に設定するとかね、まあ、そうやっていただくか、まあ、切り替えるのがね、めんどくさい方は、4万5000円をね、3回発動させていただいて、いくらだ ?13 万5000円ですか、まあ、それを自分銀行から aupay 残高にね、チャージして、これね、達成していただくっていうのがね、いいのかなと思います。で、これ、チャージ自体はするんですけども、まあ、前回もね、言いました通り、aupay 残高っていうのは、自分銀行にですね、自動払い戻し設定っていうのをしておけばですね、準備編でやりましたけども、まあ、それ設定しておけばですね、まあ、チャージはするんですけども、自動払い戻しサービスでまた自分銀行に戻るということで、まあ、特にね、お金がかかったりしませんし、この払い戻しにもね、手数料がかかったりしませんので、まあ、本当にぐるぐる回す感じになりますかね。ではですね、オートチャージね、発動させなきゃいけないんですよね。まあ、回数はまあ、10万に行けば、まあ、割り方はもう、4万5千2回、1万1回でも、まあ、好きな金額でいいんですけども、ひとまずね、10万を超えないといけないっていう風になりますんで、まあ、実際ね、ちょっとやってみたいなと思います。私はですね、この後もう一個方法を紹介するんですけども、まあ、本来はっていうか、まあ、今月はね、これでやって、来月はね、そっちでやろうかなと思ってるんですけども、ひとまずね、今回は、オートチャージのね、方法を紹介していきたいと思います。ちょっとここにね、画面出しておきますけども、まずね、チャージをしていただいて、自分銀行ですね。じゃない、オートチャージってのがありますね。オートチャージの設定。で、オートチャージを利用するっていうのがありますよね。これをポチって押します。で、これで一定額チャージですね。で、そうすると、まあ、書いてある通りですね。例えば残高が1000円未満になると3000円チャージしますよということで、まあ、これがね、一定額チャージっていった形になります。で、チャージ方法、自分銀行ですね。で、この下にですね、チャージ設定っていうのがね、ありますよね。まあ、これが、まあ、いくら下回るといくらチャージしますよっていうのがね、記載があると思うんですけども、私はね、ちょっと今、2万円ぐらい入ってるんで、チャージを発動させるには、2万5000円にしておけばいいんだね。で、チャージ金額を、まあ、今回マックスまで入れておきましょうか。まあ、4万5000円ということで。まあ、これでね、入れておきたいと思います。で、下の方にですね、オートチャージ限度額ってのがあるんで、まあ、これはですね、1ヶ月に自動でチャージされる上限を設定しますということで、まあ、とりあえずここは20万ぐらい入れておけばいいかな。はい、こういった形で、入れて、オートチャージを設定するをします。はい、これでね、au 自分銀行、チャージ実行金額の下限が2万5000円で、チャージ金額が4万5000円で、オートチャージの限度額は20万円で設定できました。ということなんで、まあ、これでね、発動、これでね、設定は済んだっていう風になりますんで、すぐ発動するのかな?あ、やっぱりすぐ発動するんですね。はい。今ね、6万5000円に残高が変わったっていう風になりますんで、まあ、これでですね、オートチャージが1回ね、発動したっていった形になります。でですね、この後また自動払い戻しサービス、まあ、あれですね、自分銀行に戻るようにね、設定しておりますので、明日の朝にはですね、残高がゼロになってるんですよね。で、残高がゼロになりますよね。
残高がゼロになった状態で、本来はね、オートチャージされるはずなんですけども、これね、されないらしいので、まあ、されたらね、されたでいいんですけども、もしされなかったらですね、このチャージのボタンね、またもう一回押していただいて、オートチャージ設定っていうのがね、ありますよね。で、これをね、クリックしていただくと、このオートチャージを利用するっていうのがね、ありますよね。これをね、一回切って、で、また入れる。こうするとですね、またね、チャージ、オートチャージね、発動するっていった話になりますんで、この点をね、覚えておいていただければなと思います。これはね、オートチャージでチャージされないとね、これ、なんていうんですか、獲得条件を満たさないっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、これめんどくさいんですけども、まあ、1回が4万5000のオートチャージなんで、まあ、3回ね、ピコピコやっていただくっていった形になります。それでは次にですね、今ね、オートチャージの設定の方法と、まあ、実際にやったわけなんですけども、まあ、これがめんどくさいよっていう方で、PayPay銀行をね、保有されている方は、こちらですね、au 自分銀行から PayPay にチャージしますよね、銀行から。au 自分銀行でチャージ、10万円していただきますよね。で、その10万円を PayPay 銀行から出金すればですね、普通に ATM からね、手数料無料で出すことできますんで、まあ基本的にはね、PayPay 銀行のね、口座持っている方は、こっちの方がね、まあはるかに簡単かなっていうふうに思いますんで、まあここはね、どっちが楽かっていうのは、ね、人によって変わるのと、PayPay 銀行の口座を持っていない人はね、これちょっと利用することできないんで、まあご自身のね、合う方でね、利用していただければなと思います。で、一応ね、PayPay のね、チャージの方法も紹介しておきたいなと思うんですけども、こちらね、PayPay 開いていただいて、チャージをしますよね。で、こちらね、au 自分銀行がね、設定されてるのをちゃんと見ていただいて、こちらね、金額を10万入れていただいて、まあ、10万円チャージするっていうね、押していただければ、PayPay にね、10万円を au 自分銀行から入れるっていった形になります。で、このね、銀行からチャージしたものに関しては、PayPay に関してもね、普通に出金することができるっていう風になっておりますし、またね、PayPay 銀行であればですね、出金手数料もね、かかわらず引き出すことできますので、まあ、PayPay 銀行をね、保有されている方はね、こちらでやっていただければなと思います。まあ私はね、今日はね、今回は今皆さんにお見せするためにね、オートチャージでやりましたけども、来月以降はね、こっちでやろうかなと思います。それでは次にですね、4つ目ということで、積み立て投資ですね、AI 外貨自動積み立てか、外貨自動積み立てということで、こちらプレミアムだとね、1000円ごとに15ポイントがね、もらえるっていう風になっておりまして、まあこちらがですね、月で10万円まで利用していただくと、上限がね、1500ポイントまでね、取れるっていった形になります。こちらね、一回私も試してやってみたんですけども、設定した日にね、お金が積み立てに入って、まあその日にね、即売りできるみたいな感じで、大体ね、明日に設定したらですね、明日、お金が落ちて、でね、10時半ぐらいから、まあこれがね、売るようにできるっていった形になりますんで、まあ積み立てしてですね、でまあ即売りしてね、まあこれ達成していただく感じになると思うんですけども、まあ私がね、実際に軽くやった感じだとね、翌日の10時半ぐらいにはね、こちら売れるようにねなっておりましたので、まあそういった感じでね、利用していただければなと思います。で、私はね、まだ動画を皆さんにお見せするためにまだね、申し込み自体まだ行ってなくて、これからやろうと思ってるんですよね。で、やってまた明日売るわけなんですけども、まあ皆さんにね、お見せしたい部分もありますんで、ここはね、どうしようかなと思ってるんですけども、まあ売り方はね、そこまで難しくないから大丈夫かなと思うんですけども、まあ、もしね、欲しいっていう方がね、いらっしゃいましたらね、コメントいただければなと思います。そしたらね、私撮りまして、それまた動画にね、しようかなと思いますので、まあ、それでね、行きたいと思います。それではですね、ひとまず今日4月1日ということで、明日の日付でね、こちら、外貨をね、自動積み立て設定ね、やっていきたいと思います。それではね、こちらにね、画面出しておきますね。au 自分銀行をログインしていただいて、右下のね、メニューを押していただきます。そうするとですね、外貨不必預金、これですね、外貨自動積み立て、もしくは AI 外貨自動積み立てということで、まあ、今回はね、外貨自動積み立てね、私行きたいと思います。で、こちらの取引開始、下の方を押していただいて、ログインですね。ではログイン、パスワード入れてログインしましょう。ログインするとですね、こういった形で今のところね、何も設定されてないって言った形になりますんで、下のね、申し込みを押します。で、ここでね、通貨を選択する画面がね、出てくるかなと思うんですけども、ちょっとね、準備編の時はですね、ユーロ
まあ、手数料1万ユーロが安くて、その次ドルだったかな感じなんですけども、ここね、お任せします。というのも、今ね、この世界情勢でこれ、外貨積み立てなんで、まあ、どういった反応ね、まあ、1日ぐらいしかまあ預けないんですけども、ちょっとこれね、どれがいいってね、言いづらいので、ちょっとね、準備編の時はね、ユーロをお勧めさせていただいたんで、私はユーロで行こうかなと思うんですけども、心配な方はね、まあ、やっぱりドル円の方がね、まあ、まだ安定してるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、ここはね、お金がかかってる部分もありますんで、まあ、ここはね、お好きなのをね、選んでいただければなと思います。では私はね、ユーロでいきますね。で、こんな感じで同意してっていただいて、で、次のページはね、投資のアンケートなのかな。まあ、今までの経験とかそういうのをね、入れるのがありますんで、まあ、こちら入れていただいて確認をします。で、自動積み立て申し込みということで、まあ、私はユーロで選択してますんで、ユーロになってますね。で、毎月。で、今日が4月1日なんで、私は4月2日からね、やりたいんで、4月2日が入れます。まあ、できればこの動画を見た翌日の日付でね、入れてください。で、土日は多分ね、落ちないかもしれないんで、まあ、そういうのもありますんで、まあ、平日のね、翌日で設定でいいですかね。はい。で、これで OK ですかね。はい。で、確認。10万になってますね。はい、10万になってます。外貨自動積立申し込みということで、10万ですね。なってますね。あ、初回が4月4日になってますね。失礼しました。ということなんで、まあ、これ、毎月、まあ、2日で設定しても、ちょっともう間に合わないとかあるのかもしれないです。あ、明日土曜日だ。失礼しました。ということなんで、翌週の月曜ですね。すいません。私自分で言っときながらね、明日土曜日ですね。失礼しました。なので、来週の月曜日になりますね。ということなんで、自動積み立て申し込むということで、これで申し込みましたということで、これで OK ですね。まあ、こんな感じで終わらしといていただければですね、10万円まで今入れましたんで、4月4日に10万円が落ちて1500ポイントが取れて、まあ、それを売って手数料だけでっていう感じですね。で、売り方ですね。今、まだね、実行できてないんで、売り方ちょっとお見せできないんですけども、まあ、もしね、見たいっていう方いらっしゃいましたらですね、コメントいただければ作らせていただきますので、お気軽にね、コメント残していただければなと思います。ということで今回ですね、au 自分銀行リニューアル解説実践編ということで動画ね、解説させていただきましたけども、まあ、ちょっとね、めんどくさい部分もあるかなと思うんですけども、全部やっていただければですね、為替手数料をね、引いても多分1400とか1500とかね、多分取れると思いますので、まあこれね、お金回してるだけでね、ちょっと手間ではありますけどもね、これだけもらえるのはね、かなりいいのではないのかなと思います。で、今回の動画でね、紹介させていただいたのは、実践編ということで、毎月やることをね、実際にやってポイント取る部分っていう風になりますんで、ステージをね、維持しつつ、この取引をね、やんなきゃいけないっていう風になりますんで、これね、ステージが落ちてしまうと、またね、獲得ポイントも下がってしまいますので、あれなんだっけみたいな感じになった時はですね、一応ね、準備編の方のね、動画戻っていただいて、まあ、チェックしながらね、またやっていただきたいな、というふうに思います。まあ、私はね、これプレミアムステージね、ひとまずこれ解約来るまではね、やっていこうかな、というふうに思っておりますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、やってみていただければな、と思います。毎月ね、手数料入れて、まあ、1400か1500で、またね、銀行のね、入出金とか、他銀行宛てのね、振込手数料無料回数も、まあ、全部15回っていう風になりますんで、まあ、かなりいいですよね。もう、私はね、au 自分銀行ね、まあ、メインでもいいんじゃないかなっていうぐらいね、利用しやすいかなっていう風に思いますので、まあ、しばらくね、やっていきたいと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。